こんにちは、速稼塾の久保です。いや嬉しい給料日といいますか、月末に入金、まあ入金が実際にリアルでされるわけではありませんけども、いつでも日本円にできる、そんなねボーナスが今日も入りましたということで、ステーキング体の、こちらのねステーキング報酬のレポートをいただきました。いろいろ書いてますけども、3回目で合計 588ADA をいただいたということでございます。で、これに現在の ADA の価格172円をかけますと10万円突破でございます。おめでとうございます。3回目で10万円突破ということは、まあ、簡単に考えて、まあ、2週間から3週間ぐらいですよね。この時間を待つだけで、時間が進むのを待つだけで10万円入りましたということでございますね。じゃあ仮にこれがね、3週間で10万円入ったとしましょう。48週間割る3週間なら1年間16週間ですよね。ということは16週間に10万円をかけると、まあ、簡単ですね、160万円年間で入る見込みだということでございます。もちろんこれにですね、体の金額が170円とか190円とか200円とか前みたいに250円みたいに上がれば、失礼しました、込み上げてきましたね、嬉しさがね。今日ね、健康診断でバリウム飲んだんですよ。だからゲップが今頃出そうになるんですよね。困ったもんですね。はい、それからね、昨日の夜から食べてませんので、本当に今日のねお昼ご飯はとっても美味しかったですね。で、あんまり食べられなかったです。やっぱりちょっと食事を抜くと、まあ計らずも16時間ダイエットができちゃったかなっていうところでございますけども、体重はおかげさまでちょっと軽めになったかなってことですよね。ちょっとすいません、余談になりましたけども、体のエラーステーキングの方はダイエットするんじゃなくて、利益はねどんどん膨らんでいきたいですよね。ということでレポートいただきました。本当にこれからもワクワクで、すごい2021年になったなと思いますよね。これからも体のエラーとともにこの暗号通貨を応援していきましょう。ありがとうございます。